エス・ゲルバーはドイツの画家、挿絵画家である。ドイツの美術の主流が印象派から表現主義に移る時代の画家である。第一次世界大戦で戦死した。ザール地方のザンクト・イングベルトで生まれた。フランクフルトで装飾画家としての教育を受けた後、ミュンヘンに移り、1894年からミュンヘンの工芸学校で学び、 1897年から1901年の間、ミュンヘン美術院でフランツ・フォン・シュトックに学んだ。このゴロミュンヘンで修行していたハンス・プルマンやパウル・クレー、ワシリー、カンディンスキー、マックス・スレイ・フォークとカール・アルノルトといった重要な画家たちと友人となった。1898年にアルフレート・クービンラと美術集団スター・マファクルを作った。 ドイツの有名な雑誌、ユーゲントの挿絵画家として活動し収入を得ていた。1905年から1907年までパリに滞在し、ポール・セザンヌの作品に感銘を受けており、初期のヴァイス・ゲルバーの作品は印象派に影響を受けていた。友人のハンス・プルマンを通じてアンリ・マチスとも交流した。後期の作品には象徴主義や表現主義の影響も見られるようになった。 1904年にミュンヘンで知り合ったプラハの銀行家の娘で画家のマルガレーテポールと1907年に結婚した。1906年頃には画家として知られるようになり、経済的にも成功した。1913年にアレクセイ・フォン・ヤウレンスキーやパウル・クレー、アレクサンデル・カ・ノルトラとミュンヘン新聞流派を結成した。第一次世界大戦が始まると召集され、 主官として軍務につき1915年のフロメルの戦いで戦死した。ありがとうございます。